よっ、もうツヤと香りが半端じゃないですね。どうも食の贅沢です。今回は豚の生姜焼きをやっていこうと思うんですけれども、特に今回は豚バラでトロットロにやっていきたいと思います。普通の生姜焼きはつけて焼くっていう形でやるんですけれども、今回はちょっと方法を変えて豚バラ肉の生姜焼きですね、これをやっていきたいと思います。ではまず材料の準備をしていきます。ネギは小口切りに、次に生姜をすりおろしていきます。それであとニンニクもついでにすりおろして、それでこちらにこのまま調味料を作っていきます。まず水、こちらに味噌、あと醤油、あと出汁の素を入れていきます。ちなみに合わせ味噌の場合は出汁の素は不要、不良じゃねえ不要です。それで今回は豚バラでしかも柔らかくしていきたいので、結構水を多めにして、でこれをプラスしてちょっと煮詰めるような感じでやっていきたいと思います。では豚肉を焼いていきたいと思います。では温めたフライパンに豚バラ肉をドンドン、それでこちらを豪快に焼いていきます。よっ、で最初は豚バラ肉をちょっとカリカリにしてから、で最後にこう煮詰めると、もうなんか想像するだけで美味しいですね。まあこれからその想像を現実に変えていきますよ。なんかうまいこと言ってるようで言ってないですよいい感じに焼き目がついてきましたね。ではこちらに先ほどのタレを入れていって、それでここにネギをドサッと、で少し混ぜて、それで蓋をして蒸し焼きにしていきます。ところどころ溶けてきてますね。絶対美味しいやつだこれ。よっ、ツヤと香りが半端じゃないですね。では味見してみます。ではいただきます。うますぎるトロットロで香りとパンチがすごくて、もうもう口角がにんまりする一品ですので、ぜひこちら試してみてください。でこの動画をいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あと周りの方に簡単で口角がクイーンって上がる料理動画があるんだけどみたいな感じで言っていただけたら幸いです。というわけでご視聴いただき誠にありがとうございました。とても感謝しています。ではまた。ちなみに食べ物が好きな方でもう気づいてる方いらっしゃると思うんですが、孤独のグルメでやってたやつですねすごい食べたかったんですけど、新宿っていうとちょっとまあ僕はあれだったんで、じゃあ作ってみればいいんじゃないかなって思って今回やった次第です。もう見ただけで作っちゃったみたいな、そんな感じです